明治維新の三欠と呼ばれる人は、西郷隆盛、木戸隆吉、大久保利道の三人のことですが、四欠というと、岩倉智美が加わった感じになります。大久保利道を語る際には、どうしても西郷隆盛という人と比べながら話さないと、浮き上がってこない感じがする、という人が多い人物です。西郷と大久保は、本当に鹿児島の甲月川という川の近くの、 割と限られた地域で一緒に育ちました。そして若い時には父親が島流しに会ったりしたこともあって、大久保と西郷は同じ釜の飯を食っていたこともありました。ただ、大久保と西郷は育った環境は非常に似ているわけですが、違う点も少なくありません。最も大きなところは、年道のおじいさんは長崎に医学の勉強に行っている秀才だったというところです。 なので、多少西洋の知識的なものが流れているところがあったのでしょう。西郷の方は、薩摩の非常に貧しい農家の管理の仕事を代々やっていました。そんな低い身分だった西郷ですが、もちろん抜群の才能を持っていたこともあり、時の藩主であった島津成明に認められ、ごぼう抜きの出世を遂げます。ただ、藩主成明が若くして亡くなった後、 実験は、成明の息子じゃなくて、成明の弟の久光に移るわけですが、久光は殿様ではなかったけれども、殿様と言ってもいいくらい実験を握っていた方でした。その方と西郷が、どうも性格が合わない。それで、西郷は失脚し、島流しとなりました。久光が後部合体論を唱え、黒船が来た後、非常にガヤガヤと国が騒ぎ始めました。 そして、幕府も自分だけで収集がつかなくなって、朝廷に意見を伺う、というようなことが起こり始めます。すると、維新の志士というのが出てきて騒ぎ始め、これをうまく収めるためには、どうしても公家と有力な大名が、一緒になってやっていかなきゃならないようになってくる。これが、島津久光の考えでありました。これは非常に筋が通っておるので、大久保さんは、 その役目を自分が引き受けて一生懸命やろうとするわけです。その時、流罪になっていた西郷さんを呼ばなきゃダメだと言って、大久保は西郷を呼び戻させました。ところが、呼び戻された西郷という人は、ある意味厳しいところがあって、成らみたいな偉い方であったならば、それは後部合体論を打ち出して、京都や江戸へ行っても恥ずかしくないけれども、 ひさみつのような田舎者が出てもしょうがないよ、というようなことを言ったそうです。それで頭に来たひさみつは、西郷をまた島流しにしました。ところが、大久保は全く逆の構想を取りました。実験はひさみつが持っているので、自分が腕を振るうためには、どうしてもひさみつを通じて腕を振るうしかないわけです。一下級武士が何を言ったって、どうってことありませんから。 なので、久光に気に入られるために、久光の好きな語を習って近づきました。西郷とは全然発想が違います。西郷は、成明のような偉い人じゃなければダメだという最善主義でしたが、大久保は、そりゃいないんだからしょうがないという発想を持っていました。今の殿様に近づいて、その力で志を述べるより仕方ないと、非常に現実的です。それで語を打って、 久光の相手をしているうちに、いろいろと相談を受けるようになり、読みたいという本の世話までするようになっていきました。で、その本を殿様に渡すときに、自分の意見を入れて渡した、などということもあり、それもあって認められていきました。なので、大久保は、その頃からずっと権力中枢域から離れないという独特な努力をしていました。最後のように、 時々、ポッポと権力の中枢域から離れることはありませんでした。最後ほどの功労者が最後には薩摩に帰っちゃって、明治政府を相手に戦争までするようになってしまったわけですから、木戸高吉も時々つむじを曲げちゃって、維新の元勲のくせに政治の中心から離れてしまいました。ところが、大久保は絶対に離れませんでした。そして、 後部合体論で京都でも活躍しました。それこそ殿様の手足となって、あるいは頭脳となって。ですから、徳川義信が王政復古の時、陰謀型と戦争しないで謹慎すると、そのような趣旨を述べた時に、幕府の家来は、いや、そんなことはやっちゃいけません。徹底的に戦うべきです。といった人も随分いたのですが、ある人が言った時に、じゃあ幕府に、 大久保一蔵のようなものがいるかと言ったら、言われた方が参っちゃったというくらい、当時すでに京都における大久保の活躍は、吉信でさえ恐れさせるものがあったわけです。身分は低かったのですが、薩摩藩を背負って、薩摩の久光の意を受けて、アイデアを出し続けていたわけです。それで最も重要なのは、殿様は後部合体と言ってるけれども、後部合体をやってはいけないな、 と判断して、幕府をなくすように動き出します。それで、大政奉還の後、小御所会議というものが開かれました。これは、明治天皇が天皇に即位なされて間もない頃でした。これが午前会議の始まりだと言われています。そして、それまで地序を命じられていた岩倉ともみも、主なる公家として参加し、そして、主なる大名、それから主なる武士の代表、 そういう方々が話し合ったのが、小御所会議であるわけです。これは明治維新前夜ですね。その時に、土佐の殿様の山の内陽道が、この会議で一番重要な、元将軍である徳川義信公がいないではないかと異議を唱えました。将軍職を返上しましたが、四百万国の大大名ですから、公部合体論で、公家と武家の代表が話し合う時に、 徳川義信がいないのはけしからん。これは陰謀ではないか、というわけですね。そして天皇が若いのをいいことにして、自分たちの企みをやろうとしているのではないかと、こんなことを言ったそうです。その時に、偉かったのが岩倉で、天皇がお若くて、それに乗じて我々が何かをやるというのは失礼だ、と。今の天皇はお若いけれども英明でいらっしゃる、と。なんていうことだ、 天皇の前でそういうことを言うとは、と怒り出したわけです。そしたら、土佐の殿様は参っちゃって、後を瞬とするしかなかったようでした。吉信がいないのはおかしいと感じる人も少なくなかったようで、会議中はなかなかまとまらなかったのですが、ところが大久保は、皆さんは、徳川元将軍が教順の意を表しているのだから、朝廷にとって敵ではない、とおっしゃいますが、 それだけ強順の意を表するならば、その証拠として領地を放棄してくださいと、領地を朝廷に建てまつってくださいと、そうしたら信じましょうと言ったそうです。これで後、みんな徳川義信弁護論が効かなくなったばかりか、徳川幕府は朝敵であるという流れに大きく変わってしまいました。その瞬間までは徳川義信をこの会議に入れて、後部合体で行こうと言ったのを、 岩倉さんが土佐の殿様の山の内陽道の発言の揚げ足取りみたいなことを言ってへこましたところに後をつけてバシッと徳川家が標準の意を表するならばその証拠として土地を差し出させなさいと言ったものだからこれで後が決まっちゃったような感じになりました歴史家の徳とみそ法が徳川家が正式に日本を支配するようになったのは 関ヶ原の戦いであるるとするならば徳川家が政権を失うもとになったのは小御所会議であると言ったというのは別の動画で解説していますが、この評価はまさに正論で、これが母神戦争へと繋がっていくわけですから。だから、西郷は小御所会議には参加していませんでしたが、武力で旧幕府を潰すという考えは一致していました。薩長と佐勢はイギリス、 旧幕府はフランス。大越列藩同盟、愛称同盟は、プロイセンから軍事協連や武器供与などの援助を受けていたので、内戦が長引いていたら、日本も新帝国のように西洋から咀嚼地を要求されるようになっていたかもしれません。せっかく平和理に政権交代がなされたのに、それだけでは背後にいた外国が面白くなかったということなのでしょうか。それで、 トバ・戸場伏見の戦いに直結してしまいます。で、この戦いでは、旧幕府軍が朝敵になるわけですから、頭のいい人が二式の御旗を掲げたので、幕府軍は息が上がらなくなりました。後、西郷が中心になって軍を進めました。内にいたのが大久保で、外にいたのが西郷というわけです。それで江戸城も西郷の力で無血占領して、 いよいよ明治政府ができたわけです。幕末の時代に、すでにイギリスを見ていた伊藤博文のような長州の人の意見、グイドフルベッキなどの意見が強かったと思いますが、これまでのような地方文献型の政治ではなく、中央集権型の強力な体制を作るために、権限と財源を全部中央に集めました。そのことが、日本の国力を大きく高めることとなりました。 どうしても廃藩地検にして、殿様を亡くさなきゃダメだ、と、こういうことを考えたわけです。しかし、誰が日本中の殿様に、領土を放棄しろ、と言えるか。それを最後にやってもらい、すーっと廃藩地検という世界史でも類のないことができました。殿様がすっといなくなったことに、日本人は当たり前とは言わないまでも、それほど不思議に思いませんでした。しかし、世界史的に見ると、 そういう例はおそらくないと思われます。イギリスにしろ、貴族は依然として貴族です。ドイツなんかは二度も敗戦し、それで王様、皇帝はいなくなりましたが、貴族は依然として貴族なんです。イギリスのように王室があるのならわかるのですが、ドイツ革命によって皇室がいなくなったにもかかわらず、第二次大戦に大敗北したにもかかわらず、まだ貴族がいて城を持っているわけです。 アメリカも日本と違って同じ白人の国には実に温情のある戦後処理をしたわけです。西洋の貴族というのはそんなものです。国が潰れようと何をしようと貴族は貴族なんです。日本では明治4年に大名であっても廃藩置県の後、みんな先祖代々の領地を差し出して終わりなんですね。このアイディアは井上薫や伊藤博文、 あるいは山形有友あたりが中心で行われたのではないかという人も少なくないのですが、もちろんこれには大久保と市ちも賛成したと思われます。それでその実行は西郷隆盛。ここまでは西郷大久保のコンビはうまくいっていたわけです。明治4年から6年にかけて正式に西洋の国々と国交を開かなきゃいけないということになり、世界の各国に使いを使わして、 正式な外交の条約を結ぶことになりました。それでその交渉をやるために、いわゆる岩倉施設団というものが、明治4年に出発しました。その世界にはほとんど例のない、新しく革命みたいなものを起こして、政権を取った人たちの、その中心人物の半分以上が、ぞろっと2年間も留守にして、外国を回ったわけでした。世界にもこんな例はありません。レーニンやトロッキーが、 ロシア革命の数年後に世界一周するなんてことは考えられません。毛沢東だって同じことですね。金日成だって同じことです。ところが、日本はそれをやっているわけです。それで、公家の岩倉智美をリーダーとして、岩倉施設団が出かけました。それに大久保利道がついていったわけです。これは薩摩代表と言ってもいいかもしれません。それから、長州代表としては、木戸高吉。 それからその下に着く人として、伊藤博文とか、そういう人たちが中心になって、2年間世界中を回りました。これが有名な岩倉使節団です。それで世界を回っている人たちの目に、ありありと見えたものがありました。特に大久保にはよく見えたと思われますが、それは何が何でも日本は追いつけ追い越せをやらねばならないし、 これは仕方のないことであるという現実でした。大久保利道だって、伊藤博文だって、みんな幕末を騒ぎ回っています。軌道は京都なんかを何度も往復したことがあります。東海道は日本一の街道ですが、しかし、広重の絵に見ますように、まだ舗装されておらず、道幅も狭い。だから移動するには、カゴに乗るか、馬に乗るか、あと足で歩くかです。 これしかありませんでした。ところが、アメリカに行くと記者が走っていました。当時の記者はいくら遅いと言っても、これはカゴとは比べ物になりません。寝ているうちだって走ります。こういうのを見てきました。それから、ナポレオン戦争が終わってから50年経ったヨーロッパに渡ってみると、びっくりして肝を潰しました。ナポレオン戦争だって、一つの戦場に、 あれだけの大砲を何十も何百も並べて大戦争をやっていたわけです。陸軍だけでなく海軍も戦争をやっている。それから50年間、西洋は一日も休まず戦争の準備なんかをやっていました。すると当然ながら工業が恐ろしく発展します。ものすごく早く。パリに行けば道は石畳で幅が広い。四人馬車がすれ違ったってどうってことはない。 ゴミが舞い上がらない。夜になってもガス灯がついていて暗くならない。日本は当時、江戸はどうかと言いますと、舗装道路は一つもなし。特に冬は空っ風が吹くと、目も開けられないくらい、ゴミ、誇り、砂ぼこりが飛ぶ。パリではそんなのが全然ないわけです。しかも道の両側には、当時すでに4、5階の家がずらーっと並んでいるわけです。4、5階というと、 江戸城よりもずっと高いわけで、で、そんな家がずっと並んでいるわけでした。で、どういう人が住んでいるかというと、日本なら、裏長屋に住むようなそういう階級の人が、江戸城よりも高い屋敷にずらーっと住んでいたわけです。岩倉施設団の面々は、アメリカに着いた時から驚きの連続だったようでした。アメリカに着いた時だって、ホテルというものは日本にないのに、 ホテルというものがあるわけですから。日本は宿屋ですけどね。で、ホテルにつきますと、これは福沢諭吉もついていってびっくりしているわけですけど、カーペットが敷いてあるわけです。当時は合成繊維がありませんから、カーペットは本物の毛織物です。福沢諭吉はラシャだったと書き残しています。ラシャというのは日本にないもので、ラシャの歯切れは正月に 床の間に飾られたぐらい貴重品であったそうです。そのラシャを見渡す限り敷き詰めて、その上を靴のまま、土足のまま上がっているわけです。で、ホテルの大きさも日本の宿屋に比べればちょっと桁違い、全部ドキモを抜かれたわけです。しかも軍艦を作るところ、兵器を作るところ、大砲を作るところ、全然話にならない。で、これを岩倉施設団の人たちは、 意見が違う人もいました。木戸孝義と大久保利道は仲違いしたようでした。しかし、そんなことと関係なく、共通認識として、もうこれはしのごの言っている時じゃなくて、何が何でも日本は欧米に追いつく、追いつき追い越せよりしょうがないんだと思い知らされたようでした。ロンドンを訪れた際に代表団があまりにも日本との落差が大きいので、学然として、 何年ぐらい日本は遅れているんだろうと考えたわけです。いろいろ考えてみますと、遅れているのはせいぜい50年だということが分かったようです。それでそんなのは、日本に帰って近代化をうんと進めて、早く追いついて追い越そうじゃないかという考えになって帰ってきたわけです。ところが、帰っている間に、いわゆる正感論が起こっているんです。無礼な朝鮮を打つべしという意見ですね。 これには未だに随分と誤解があるようです。いずれこの辺の歴史を紹介した動画も作りますので、詳しくは別の動画で解説します。日本の政府が変わりましたからね。韓国にも手紙を出したわけです。国書を。今度日本は天皇が治める国になりました。というような趣旨でした。それまでは朝鮮は津島を通じて江戸幕府と交渉していたわけです。平用の誤報があったので、 ヨーロッパとはオランダだけとしか交易していませんでした。真は、開始層に基づく作法体制に入らなければ、貿易をしてくれませんでした。足利義満が日本国王を名乗り、民と交易したのは、作法の問題があったから、とも言われております。我が国は、聖徳太子以降、ずっとお品とは対等である、という立場を取り続けているためです。なので、 琉球国を作法体制に組み込んで、薩摩国に管理させるというやり方で、ナとの交易を続けました。琉球は、新から漢方薬を仕入れ、薩摩がそれを買い、富山で漢方薬を売り払い、北海道の松前藩に昆布を仕入れに行き、それを琉球で売り、琉球は新に売って漢方薬を仕入れる、などの貿易をやっていました。松前藩は、 アムール川の下流に住むサンタン人とカラフトやソウヤの愛のを通じて、真の産物がやってきました。これも作法体制に入って、上皇貿易を江戸幕府が直接しないためのものでした。このように貿易先を限定していた日本は、作法とは関係のない朝鮮に対して、今度政府が変わりましたから、明治政府の名前、すなわち明治天皇の名前で、 挨拶の手紙が行くわけです。もちろん漢文で書いてあるわけですが、そうしますと、日本の天皇は帝となるわけです。帝とか、脳とか、天皇の脳です。これまでのように、正義対象軍ではなくて、朝鮮では絶対に使わない単語を使っているわけです。そんな、脳とか帝という言葉を使えるのは、朝鮮から見ますと、朝鮮の宗主国、つまり、親分国である、 当時の新国、あるいはその前の民だけ、民とか新とか、いわゆる中国の皇帝しか使っちゃいけない文字です。その言葉を東の島の日本が使うとは何事だというわけで、突き返されました。3回くらい突き返されたそうです。その本当の意味が分かっていれば、大分良かったかもしれませんけど、万年属国だった朝鮮と作法体制に入らなかった日本との常識が、 大きくそれでいろいろ行き違いがあって断固打つべしということになりますそれで西郷隆盛は打つ方に必死になったわけですただ打つと言ってもそれは無名の死であるから私が朝鮮に行って国交を開くように説得するおそらく自分は殺されるだろうが殺されたら兵を出してくれればいいとこういうような考えでした 侍がたくさん残っていた時代です。こうでもなければ暴動が起こりかねませんでした。だから西郷さんは一点の指針がありませんでした。その点においては偉いんですが、世界を見て帰ってきた大久保たちから見ると、日本はそんなことやってる場合じゃありませんでした。一日も早く欧米に追いつき追い越せ、出なきゃダメな時期であって、朝鮮に関わっている暇はありませんでした。 で、西郷もその辺でごねてしまいました。そもそも西郷が兵隊を鍛え、統率してきた唯一の日本の大将でしたから、ごねて武力を使って抵抗すれば、皆が言うことを聞かねばならなくなったと思われますが、その辺はまた西郷の偉いところで反抗しなかったんですね。一度は認可されたにもかかわらず、自分の意見が入れられなくなってしまった。 それで明治天皇に直訴しようとしましたが、それを岩倉が体を張って抑えたため、結局薩摩の城山に帰ってしまいました。それでご存知の通り、田舎でウサギを取ったり、うなぎを取ったり、などということをやっていました。明治7年に琉球の漁師たちが難破してしまい、台湾に流され、それで台湾で保護されるどころか殺されてしまったという事件が起こりました。で、日本政府は、 台湾は当時の清国、いわゆる中国のものだろうと思い賠償を求めました。そしたら当時の清国の総理大臣みたいな李厚章が台湾は科が命である。科というのは化けるですね。化ける人。だから中国文化に及ばないところであると、そんなもの知ったことかということで取り合わないわけです。それで明治7年、 大久保は北京に乗り込んでいくことになりました日清戦争の20年前ですまだまだ秦国は世界の大国として世界から恐れられ一目も二目も置かれていた時代でした日本は明治維新になってからわずか数年しか経っていないそんな時に北京に乗り込んでいってなんと2ヶ月近く粘りに粘って命がけで李・交渉と交渉しましたそれで結局 こっちの言い分を通して賠償金の獲得に成功しました。その時の大久保の粘っこい頑張り方はすごかった。命を惜しまないという感じでした。当時の新国と日本というと、世界の味方でもものすごく差があったと思われた時代に、自分の国の領民、漁師が殺されたという交渉のために単身乗り込んでいって、向こうの大新国の首相と五十数日間断判して、 ついに言い分を通して賠償金を取って帰ってきたわけです。とてつもない偉い人です。今の政治家に大久保の爪の赤でも髭を煎じたものでも飲ませてやりたいぐらいです。大久保という人は武士だったので度胸が座っていました。それから先が見えていたので絶対に権力の場から離れないで新しい日本を作ろうとしていました。明治10年に西郷が政府に対して兵を挙げました。 西郷は当時唯一の日本の陸軍大将でしかも江戸城を無血占領した格カク,カクたる経歴を持っていましたなのでみんなが怯えて討伐などということは考えられませんでした西郷自身も自分が乗り出せば皆城を明け渡して通してくれるだろうくらいに考えて出かけたことは確かですなので最初は話し合いに東京まで行こうとしていたのでしょうだから 帝国陸軍大将の軍服を着ていました。ところが、それに対して断固打つべしと言ったのが、大久保利通でした。大久保がいなかったら、西郷はそのままずっと東京に入って、西郷政権が誕生したかもしれませんでした。みんな西郷を恐れていましたから。何と言っても、西郷が廃藩置県を命じただけで、日本中の大名が皆領地を差し出したくらいですから。 その西郷に対して討伐と言えたのは、これは大久保だけだったでしょう。大久保にしてみれば、子供の時から一緒に同じ釜の飯を食って一緒に育っていましたから。だから西郷の長所も短所もみな知っていたし、怖いという感じはなかったのでしょう。これが重要でした。当時、西郷が兵を起こしたということを知った当時の大久保が書いたもの、あるいは談話が残っているのを見ると、 西郷というのは困ったやつだと言っているんですね。時々、全州の坊主みたいに変に引退したりやるんだよ、と。そういう受け取り方をする人がいたからこそ、西郷を西南の駅の反乱軍として政府は抑えることができたわけです。事実、大久保という人は断固たる人でした。例えば、初代司法教の江藤新平が佐賀の乱を起こしましたが、 徹底的に討伐して江藤新平の首を切って晒し者にしました同じく西郷隆盛であろうとも容赦なく首が晒されましたとにかく必要とあらば徹底的に鎮圧しましたもし政府に大久保のように西郷隆盛を恐れない人がいなかったら西南の駅が起こることなどなかったでしょう大久保利通がやれと言ったから 政府が全力を挙げて行ったわけですそれでそこで西郷さんと大久保さんの違いが出るんですね西南の駅の時西郷隆盛はこれは病気だったそうです増皮症というもので陰部が非常に腫れるような病気だったと言われています大久保さんは岩倉使節団から戻ってくるとすぐに西郷さんお前も外国を見てこいよと勧めるんですけどそういう健康上の問題もあって 西郷隆盛は大久保利通の言うことを聞かなかったのだと思われます。それで西郷は政官論が通らなかったもので、明治6年に故郷へ帰りました。それからわずか数年の間に日本軍は大きく変化しました。これが西郷にはわからなかったと思われます。西郷さんの下には非常に優秀な薩摩の若者たちがいたわけです。軍人としてもとても優れた軍人がいました。 ところが、この人たちも油断がありました。政府の軍隊などは、百姓を集めて、急にこしらえたもので、そんなものに負けるわけがない、と皆が思っていたのではないでしょうか。ところが、そうでもなかったのでした。どんな優秀な武士たちも、刀を振って進んだ時に、鉄砲を撃たなければ、鉄砲でやられるわけです。長篠の戦いで、武田騎馬隊が、 織田信長の足軽鉄砲隊に惨敗した時のように。だから、桐の敏明のような勇敢な人がいっぱいいたのにもかかわらず、熊本城も落ちませんでした。刀では鉄砲には歯が立たないわけです。最後にしてみれば、俺は陸軍大将だ。熊本城にいるのは陸軍少将だから、城はすぐに明け渡すに決まっている、くらいのつもりだったのに、わずか数年間の間に、 中央政権がぐわーっと固まってしまいました。それを最も中心になって推し進めたのが大久保利道でした。西郷が薩摩へ帰ってからの数年間で、明治日本のすべてを決定した人と言っても過言ではありません。西南の駅も押さえつけたことで、明治政府に反乱するという人は、この後一切いなくなりました。西郷でさえも成功しないならしょうがないや、 ということになったと思われます。それで大久保は、今の財務省、前の大倉省、あるいは戦前の内務省という日本の根幹をなすようなものを全部整理しました。当時の地方官会議には、元大名だったり、木戸や岩倉のような維新の元君だったり、の様々な偉い人が集まってても、ガヤガヤしていたものだったらしいのですが、ひとたび大久保が座ると、 一気にどんな会議でもシ因ンとしたそうです。それだけの人間力というか、圧倒的な力がありました。ご存知のように、名もない老人が会いたいというと、会ったりするところがあれほど偉かった大久保と市道のちょっとおかしかったところでしょう。あまり警備もつけていなかったこともあり、今のホテルニューオータニの近くで暗殺されてしまったわけです。これは惜しんでも惜しみある、 どんなに惜しんでも惜しみ足らない事件だったと思われます。以前日本に来てみると、西郷隆盛の人気が高く、大久保利道のことを語る人があまりいないので、これはどういうわけか。西郷隆盛は反乱軍の大将だし、政府の中枢にいた大久保利道こそ、もっと重視されるべきではないか、と、そういうことを確かインドネシアだったかタイだったか覚えていませんが、 東南アジアの政治家が言っていたのを読んでびっくりしたことがありました。なるほど。それは正論です。日本では、方眼美意気というか、源義経以降、敗者に対する同情が非常に強かったわけです。それから特に西郷隆盛という人は、非常に人間的に優れた人だったそうで、これは会った人がみんな惜しんでいるような人ですから、 その人に対する惜しむ心が強かったこともあって、大久保利道がどうもあまり称えられなかったと思われます。実際は、大久保利道が明治維新の背骨のような人で、当時非常に反発意識が強かった時代にもかかわらず、薩摩出身の大久保利道は、長州出身の伊藤博文を抜擢しました。反発を超えて抜擢しているわけです。 もちろん、大久保は、薩摩の人にも人気があったわけです。ですから、西郷隆盛が薩摩に帰って戦争を始めた時も、政府軍の中には、大山岩尾だとか、西郷隆盛の弟である、西郷つ道のような人たちまで政府軍にいました。当時の政府に就いたということは、西郷ではなく、大久保に就いたということですから、大久保利道が、薩摩の人に人気がなかったわけではありませんでした。 その後、偉くなる薩摩の人たちは、皆大久保についていたと言ってもいいわけです。西郷についていた多くの人たちは気の毒でしたが、きっと維新に乗り遅れたから、もう一度西郷が第二次明治維新をやったら、それに乗じて自分たちもうんと偉くなるんじゃないかという夢を抱いた青年たちだったと思うのですが、この人たちは西郷と共に残念ながら消えました。明治維新というのは、 いわゆる身分の低い人たちが偉くなったものですから、後々まで出世したい人たちが、そのパターンに従おうとしたんです。昭和になってからも、昭和維新なんてことを言って、515事件とか226事件を起こした人たちも、明治維新で偉くなった連中が、貴族、家族になったり、借位をもらったりしている。で、自分たちも、また優秀なはずの人たちなのに、まだ下っ端の将校なので、 明治維新を起こした、と言うんですね。ただ、昭和の方は、そんな簡単な理屈じゃありませんでした。大正バブルが弾け、激しいデフレ経済となり、自分たちの妹らが生きていくためにどんどん売られていく。それに起こった青年将校が、時の総理大臣に反旗を翻した、ということでした。緊縮財政を敷いた浜口おさちならわかりますが、 226事件ではデフレ脱却の大功労者である高橋惚歴を大倉大臣までが射殺されてしまいましたがこの当時の政治家に大久保利道に匹敵する人がいたら昭和の歴史も随分変わっていたでしょう大久保は断固として江藤新平だろうが西郷隆盛であろうが徹底的に滅ぼしましただから明治政府が揺るぎなく立って 近代化に邁進することができたわけです。それを伊藤博文が中心になって引き受けたわけです。ところが、昭和の時の昭和維新の騒ぎの時に、例えば、515事件というのは、真昼間に青年将校が機関銃を持って首相の家に押し入り、話せばわかる、という犬飼い首相を射殺しているわけです。その軍人は死刑にならず、金庫何年かで間もなく出てきています。 そんな甘い判決だったから、226事件になったわけです。515事件の時に、きっちり蹴りをつけて、罰すべきものをちゃんと罰しなかったから、あれはまずかったと気づき、15、6人の青年将校を死刑にしました。しかし、青年将校の上司である、正木神三郎とか、そういう上の人たちは、全部不問に付しました。もしも大久保みたいな人が当時の政府にいたら、 そういう人たちまでも一掃したはずです。だから大久保という人の決断力、あれがなかったら、今から見ますと明治維新は起こらなかったと思われます。それからその後、自由民権運動、あるいは議会を作れという運動がいろいろ起こりますが、大久保の頃起こらなかったじゃないかという説もありますが、それは考え方がちょっとおかしいと思われます。とにかく反乱が多すぎたんですよ。 参議でも起こすのですから。参議というのは、今の内閣で言えば、閣僚を三つ四つ合わせたくらいの偉い人たちです。その乱が収まらないうちに、自由民権で近代的な議会なんぞは、できるわけがありません。だから最後の反乱である西南の駅が終わってからならできたわけです。実際にそれが終わってからは、伊藤博文は、十年後の明治二十一年か二十二年に、 憲法を発布するとちゃんと言っており、実際その通りにやっています。伊藤はもちろん大久保の後を受けてやっています。明治政府を作った人たちなので、大久保伊藤は戦後からあまり評価しない人が増えてしまいましたが、それは自由民権運動だって、ちゃんとプログラムに乗せて、ちゃんと約束通りやっているということを忘れちゃいけないと思われます。しかも戦前は今以上に民主的な国でした。 政権交代もしょっちゅう起こっていましたし、江戸時代の生まれの侍階級の人たちは、ものすごく教養の高い人が多く、大久保利通も例外ではなく、漢詩などもちゃんと読むような人でした。明治7年に北京に行って、そして李交渉と長い長い交渉をやって帰ってくる船の中なんかでも、一人で行って、そして使いを果たして今帰ると、船の中で、 ようやく心が落ち着いたというような趣旨の詩を読んでおります。しかもその漢詩が七言立詩でちゃんと陰も踏んでいます。伊藤博文もたくさんの漢詩を読んでいます。大正から昭和の初め頃に出た改造者文学全集の中の漢詩集というのがありますが、そこにちゃんと一人の作者として載っているくらい漢詩をたくさん作っています。 だから、旧幕時代の教育というのは、捨てがたいものがあるような気がします。そういえば、A 首相のサッチャーが、英国の教育制度改革のお手本にしたのが、明治憲法下の日本の教育であるということも皮肉なもので、我々は大きな宝物を土ブに捨ててきたのではないの、と、自問自答させられます。漢文学者の白川静香、立命館大学名誉教授は、 どうも日本人が戦後幼稚になったように思うと、幼稚になったのは、一つは漢文を読まなくなったからではないか、というようなことを言われていますが、これは明治の頃の人の教養を考える場合、どうも抜いちゃいけないことは、子供の頃から漢文を読む。で、漢文はどういうものかというと、難しいのも読んだ人もいますけども、みんな読むのは、たい18視略とかで、18視略というのは、 シナの歴史のハイライトを拾っているのですが、それを子供の頃から読むわけです。それでもそこでは、当以前と言った方が正確かもしれませんが、特に漢以前の軍友拡挙、春秋戦国のようないろいろな物語が出ているわけです。そこでは、度胸のいいやつ、頭のいいやつ、策略をめぐるやつ、など、最高の政治の場が出てくるわけです。 それを子供の時から簡潔な文章で読まされた人間というのは大きく成長すると思われます。これは白川先生の言う通りだと思います。そして実際上のシナリオはともかくとして、ああいう広い国ですから、偉い人はうんと偉いんですね。そのうんと偉い人の話なんかが出てきますから、度胸の定め方だとか、そういうのが今の近代政治学とか、なんとかかんとかという、 細かな理屈に入らないで、歴史の大きな知識を得ていると思われます。これは西郷隆盛にしてもしかり、西郷は字もうまかったですし、漢字もうまかったです。私的才能があったのでしょうか。訳しても、本当に情の細やかなところが出ております。ですから、あの頃の共通の教育として、古典教育というのがありました。あるいは、山形有友は、 和歌が非常に上手だったとか、とにかく単に読むだけじゃなくて、干書で書ける、和歌をちゃんと作れる、感情が入らない山和言葉だけの立派な和歌も作れるとか、そういう人たちの世の中でした。私はそういう意味でも西洋の近代の偉い人たち、一部の国しか知りませんが、イギリスなんかの場合でも優れた政治家というのは発想法などで大人だなぁと感じさせてくれます。 それはなぜかというと、当時の学校教育というものが古典教育なんです。古典教育というのは、ギリシャとかラテンの英雄とか、偉い人の文章を読むわけです。ちょうど日本の漢文を読むのと同じですね。イギリス人が英語で読むんじゃなくて、ラテン語とかギリシャ語で読む。ドイツ人もラテン語とかギリシャ語で、外国の古代の偉い民族の偉い人の伝記なんかを読む。 非常にごちゃごちゃしないので、はっきりした形で読めるんです。大久保という人の人格を作った。その背景には、北京に乗り込んで帰る時あたりの漢詩なんかを見ても、ちゃんと伝統的な古典教育が骨の髄まで染み込んでいたということでしょう。その背骨があって、しかもおじいさんが長崎で蘭学を勉強したような家で育っていますから、西洋にも開かれる心を持っていました。 岩倉使節団に加わって日本の行くべき道をつかみました。とにかく日本は追いつき追い越さなきゃならないんだ、と。そのためには豊かでなければならないし、列強に飲み込まれないように強くなければならない。でなければ普通に植民地化される。つまり、富国強兵ということ。貧乏じゃ高い武器もない。だから商業を重視すべし、工業を重視すべし。 西郷隆盛は農業には関心があったけれども、商工業にはほとんど関心がなかったのに対し、大久保利道は西洋に目を開かれていました。だから、富国強兵と富国がついたんですね。止める国が強い国というのが当時の世界の常識で、国が富まなきゃ西洋諸国に征服されるという実情を見て、この方針をピシッと見たんですね。 そして面白いことに、西郷隆盛は、ほとんど富に関心がない人でしたけれども、借金は残さなかったのに対して、大久保利道は、国のためには富国強兵の基本路線を引いた人でありながら、自分の家の家計は随分い,いい加減でした。随分借金を残したらしいです。これは政府の代表として、外国からお客さんが来たときに、 長屋に案内するわけにはいかないので大きな家を建てたからということだったそうです。そんなことで大久保さんは貯金せずに借金を残しました。製品に人弁をつけたような西郷さんはむしろ借金がなかったというちょっと皮肉なというか対照的な話もあります。大久保利道は明治維新の三決あるいは四決の中でも 突出して一度も明治維新の以前から権力の座から一度も離れようとせず、最後まで責任を持って日本の近代化を推し進めたわけですが、志半ばで亡くなってしまったのは非常にもったいなかったです。と言っても、一千年に及ぶ武家文化を終わらせたわけだから、かなりの反発があったのも当然といえば当然でしょう。